ホンダ NSR、ホンダ NSR500V、NSR500V は、ホンダレーシングが、開発市販した、排気量 500cc の水冷2ストローク V 型に、気筒エンジンを搭載する競技専用のオートバイで、かつ、レギュレーションとの兼ね合いからホンダが新規開発した、最後の2ストローク純レーシングマシンである。プライベーターが参戦しやすいマシンを目指して開発され、1996年の、 ロードレース世界選手権 500cc クラスにデビューした。当時のロードレース世界選手権はプライベーターの参戦が重要視され、ホンダ自身も NSR500 に切り替え前のワークスマシンである NS500 をベースにした RS500R を市販していた。しかし、1988年に RS500R の生産終了により競争力のある市販レーサーがなくなると、 エントリー台数が減少し、全日本ロードレース選手権の最上位クラスであった GP500 クラスがエントリー数不足で1994年シーズン、不成立により終了となるなど、プライベーター頼みのトップクラスが消滅の危機を迎えることとなった。この問題に、ヤマハが旧世代のユーザー500のエンジンを販売し、コンストラクターが製作したフレームと組み合わせ、ハリスヤマハや ロックやマハなどのオリジナルレーサーを作ることで対応したのに対抗すべく、ホンダが低コストで十分競争力があるマシーンをコンセプトに開発したのが NSR500V である。NSR500V にとって最大の肝となったエンジンのレイアウトは一軸クランクの直列に来とという選択肢もあったものの横方向のコンパクトさを重要視した結果、当時の他のホンダ GP レーサーマシンと同じ V 型エンジンを選択。構造は NS500 時代から採用しているクランク系スリードバルブ式の水冷にストロークエンジンでワンクラス下であるが V 型に気筒エンジンを積む GP マシンである NSR250 と同じシングルクランクシャフトを採用。車体設計等との兼ね合いから V ンク角は100度後方吸気前方排気が選択されたエンジンは 航空用ガソリンを入れた場合に135ビット HP を発生する。なお、初期仕様ではエンジントルクの出方が急、という問題を抱えていたため、クランクシャフトの回転マスを29%上げた仕様に変更されている。ちなみに、当初は NS500 や RS500R と同様の V 型3気筒を採用するプランもあり、出力面では NSR500 のエンジンから1気筒分減らした。仕様でも、フルサイズの V2 をしのぐことは可能だが、1気筒を増えると運用コストが少なくとも3割増える、ことや、フルサイズ V3 にすると、V4 と製造コストがほとんど変わらないことが、問題視されフルサイズの V2 を選択することとなった。さらに、コスト面の都合以外にも当時の関係者の、一度、やってますからねとの発言から、 RS500R で採用した V3 では、焼き直し感が強く、革新性を重んじるホンダの社風に合わないという、技術者の教授が V3 を選ばせなかった部分もある。車体はコーナリング重視ということから NSR500 と NSR250 の中間サイズに設定。そのため、遠目では NSR250 に極めて似たスタイルが特徴となっているが、 NSR500V で採用された型持ち式、スイングアームである、プロアームの向きは NSR250 とは逆となっている。ちなみに、プロアームを選択したのは予定のサイズで排気系の取り回しをクリアするためであり、耐久マシンと違って、タイヤ交換が稀な GP マシンでは、プロアームである必要性はそれほど高くない。なお、 車両重量は2気筒エンジンの場合の最低重量に近い 103kg でエンジン重量を除くと NSR250 より軽い攻めた仕様となっている。しかし、コンパクト化を優先するトイリーが多発するなどの問題が発生し、プロトタイプ車であるアクサからの泣きどころとなっていた。そのため対策としてワークス仕様の馬まではスイングアームを長くしたモデルも投入。 1996年シーズンを担当した岡田忠幸は通常に近いのを標準とし伊藤真一は後半戦から長くしたものを愛用するなどライダーによって使い分けられた。なお NSR500 とほぼ同等の全長となるスイングアームの導入も考えられたが市販モデルとの兼ね合いから実行されることなく終わっている。新車価格は 1997年モデルの場合で、本体のみの低価が800万円、セットアップキット付きが920万円、エンジンアセンブリーは320万円であった。4気筒の NSR500 はリース契約のみであった。なお、ワークス仕様とは一部のパーツに違いがあるものの性能面では、ワークス仕様との違いはなく、ほぼワークス仕様と同等のマシンが、 HRC の手により1996年から2001年の間に33台生産された。上記のように NSR500 は各チームにリースされるだけだったが、NSR500V は市販レーサーとして販売され、プライベートライダーにより各国の国内選手権にも参戦し活躍することとなった。NSR500V と同様のコンセプトを持つ GP マシンとして、 NSR500V の開発がスタートした1994年にデビューしたアプリリア RSV400 が挙げられる。この GP マシーンは当時の 250cc クラスで NSR250 をしのぐパフォーマンスを見せていたアプリリア RSV250 をベースとしエンジンを 250cc から 410cc に変更したものであった。デビュー時点の車体はほぼ RSV250 のままであり、コンパクトかつ軽量な車体を生かし、コーナリングスピードの速さで勝負するという、NSR500V が目指したコンセプト。しかし、その後のアップグレードで、排気量アップがなされたものの 460cc と、上限には届いておらず、排気量がものを言う、パワー勝負では弱点を抱えており、NSRV 型4気筒マシンよりは40から50馬力ほど、 非力なものの、レギュレーションにより 30kg 軽量化できるメリットを生かしたコーナリング性能がセールスポイントとなっている。パワーがありすぎるがゆえに、コントロール性に難がある V4Z に比べ、ほどほどのパワーであるが 250cc クラス相当の速いコーナースピードを維持できるのが最大の武器であり、コーナリング重視の中低速サーキットでは単独走行なら、 V4 勢と同じぐらいのラップタイムを出すことができた。ただし、コーナリング重視の設計が災いし癖が強く得て、増えてが出やすい傾向があり、高戦果を上げたコースが癖をつかみやすいテスト経験が、豊富なところに偏る要因ともなった。さらに、予選で好成績を上げても、決勝では馬力を生かし、コーナー立ち上がり勝負に徹する V4 勢に、苦戦してしまう傾向があり、 無塩ガソリンに切り替わる際に大幅手こ入れをされ、パワーを生かしやすくなった、V4 税に比べ対処が遅れた、n s r 5 0 0ボルト税にとっての悩みの種となった。n s r 5 0 0ボルトを狩る岡田忠幸1996年、ホンダは、ワークスチームのレプソルホンダ人馬の、コードネームを与えられた2台の NSR500、ボルトを投入し、岡田と伊藤が実践での開発を担当した。 V4 マシンに慣れていた伊藤は、癖のある、新型 V2 マシンに慣れきれず苦戦を余儀なくされるも、岡田は開幕戦、マレーシア GP のポールポジションを獲得。本戦は好天により2ヒート制となった、最の10秒のハンデを取り返すための焦りが災いし、転倒リタイアキッしたものの、優勝の可能性も十分にあったという会心のデビュー戦となった。その後は、初期は、 スタートに難があったものの、スペイン GP とイモラ GP で、岡田は3位入賞し、最終戦のオーストラリア GP では2位表彰台に立った。さらに、ロードレース世界選手権終了後に行われる、当時の日本では貴重な 500cc マシンでのレースである、MFJ グランプリスーパーバイクレースインスガオでは、唯一 NSR500V で参戦した岡田が、 NSR500RGV ガンマ五500ユーザー、500ラの V 型4機東勢を抑えて優勝を果たした。ホンダはシーズンオフも NSR500V の開発を継続し、1997年シーズンは V4 マシンにスイッチした岡田に代わり、青木三兄弟の次男、青木拓馬が新型である NVAV の実践を担当した。兄や弟と違い、海外コースでの走行が、 テスト走行経験のあるシャアアラムとフィリップアイランドしかないがゆえに、ぶっつけ本番のコースでの戦いとなるヨーロッパでは苦戦をしたもののイモラ GP とドイツ GP で3位入賞し、最終戦となるオーストラリア GP では前年同様に2位表彰台に立った。なお、イモラとニュルブルクリンクはどちらも開マイナスイッチグランプリ開催地だったことを利用し、両者が収録されている。 買いマイナス1ゲームを使ってコースを覚え高戦果を上げたというエピソードがある。こうして翌年の活躍も期待されたタクマであったが翌年早々にテスト中のアクシデントにより再起不能。NSR500V による GP 勝利の夢は想定外のアクシデントにより立たれる結果となった。本来参加するはずだったタクマが不在となってしまった1998年は ケニー・ロバーツ子外の若手有望株であったセッテジ・ベルナウがレプソル・ホンダで新型である n ッ a t s の NSR500、ボルトを変えることとなった。シーズン序盤は前年では問題にならなかったチャタリングのために苦戦を余儀なくされタイヤのリニューアルで復調を果たした第6戦のマドリッド GP では3位入選指標賞台を獲得したものの この出遅れが致命傷となりこのシーズンのシリーズ総合は11位に終わった。ジベルナウトのコンビ続行でスイングアームを大胆にジュニューアルしたムパドで参戦した1999年は初戦のマレーシア GP こそ10位に沈むもののその後は日本 GP5 位、スペイン GP3 位、フランス GP4 位と好成績を上げる。ところが4位入賞したポールリカールで ホンダワークスのエースであるマイケル・ドゥーハンが重傷。ドゥーハンの穴を埋めるためにジベルナが引き抜かれた結果、乗り手不在となった、ワークス NSR500V の参戦は終了となった。なお、わずか4戦で505面となってしまった、ムパドであるが、幸運にもワークス NSR500V としては唯一、ホンダの管理下で現存しており、常時でないもののホンダコレクションの展示品として見る。 ことができる。ワークス仕様であるんはデビューの翌年である1997年から NX6A のコードネームが与えられたプライベーター用のマシンの販売が開始。中でも進行チームグレシーニレーシングのアレックス・バロスは市販仕様であるものの HRC のサポートにも助けられイギリス GP では3位入賞し表彰台を獲得。ワークスマシンの託場には遅れを取ったものの ワークスの V4Z4 台をしのぐ総合9位に入った。プライベーター仕様の NX6A がワークス仕様の NVAV に勝るとも劣らぬ戦果を上げたことに触発され、多くのチームが無塩ガソリン仕様にリニューアルされた NX6 バイトを含む NSR500V を購入するようになった。排気ガス対策で劣ることから GP レースを走るマシンのエンジンが2ストロークから4。 ストロークへの切り替えが規定事項だったもののプライベーターがコンスタントにポイントを獲得できるコンペティティブなマシンとして1999年以降も活躍2000年にはユルゲン・ファンデン・グールベルク2001年には青木治親がそれぞれ NSR500V を買うまた NSR500V をベースとしたカスタムマシンを開発するプライベーターも現れ日本では テクニカルスポーツの手によるチームソニックレーシング AC50M が知られている。2002年から最高峰クラスが前期の環境問題との絡みから4ストローク車主体のモートジッピークラスに改編され、これまでは2ストローク車と同等だった排気量が4ストローク車に限って 990cc に変更。排気量アップにより4ストローク車が有利になると2ストローク勢は V 型4気筒マシンですら勝負にならない状態となり、パワー面で劣る NSR500V の時代は終わりを告げた。なお、優待した NSR500V は多くのマシンが市場に放出され、それらは個人コレクターに買い取られた。1997年型の使用1998年型の使用。ありがとうございます。